任期満了に伴う阿賀野市長選挙は、昨日投票が行われ、新人の加藤博之さんが初当選しました。阿賀野市長選挙には、新人と元市長の合わせて4人が立候補し、得票率およそ 50% に当たる8948票を得て、加藤博之さんが初当選しました。加藤さんは前の阿賀野市議会議員で獣医師です。選挙戦では保守系の議員などから支持を得ました。市長として人口減少問題や防災対策に取り組みたいと話しています。責任感を感じております。笑い声が出てくるような、隣同士会話が弾むような、そういう阿賀野市にしたいと思っています。投票率は 53.57% でした。